アメリカ遠征中のなでしこジャパンのメンバーに、YouTube 公式チャンネル、サッカーダイジェストテレビ、が独占取材。その中で、清水理沙と長谷川優衣が相変わらず仲の良さを印象づけている。実際、仲の良い選手との思い出、を聞かれた清水は、近くにいた長谷川に、ねえ、結との思い出って何と質問。すると、長谷川は、思い出。 最近だと今日の朝、と回答し、二人で笑い合っていた。結局、清水は、ロンドンで、もみき優香とゆいと三人でプリクラみたいのを撮ったのが最近の思い出です。と答えていたが、ほっこりしたやりとりからも仲の良さがうかがえた。仲の良い選手、を聞かれた長谷川も、リサです。ずっと一緒にいるので、と即答。 本当にくだらない話から割と真剣な話だったり、サッカーの細かい話まで何でもする中、くだらない話は世間の人に言えるほどの内容でありません、とも話していた。そんな長谷川が思い出として挙げたのは清水と初めて海外で戦った試合だ。ベストハムとマンチェスター、シティとの試合で初めて対戦した時はすごい不思議な感覚があって、 日本ではなく海外でお互いプレイできているというのは、いろんな感情が湧いてきて、よく覚えています。また、趣味について清水が最近、スイッチで桃鉄、桃太郎電鉄をやっています。といえば、長谷川も最近、スイッチやっています。とさすがの、シンクロ率を示している。